九州魅力ミュージアム。今回はギラバンツ北九州。ナビゲーターは本田康人さん。北九州市を本拠地とするギラバンツ北九州。チームの指揮を取る橋田谷監督のもと、昨シーズンは選手ファンともに一丸となって熱い試合を何度も展開しました。果たして今シーズンのギラバンツはどんなサッカーを見せてくれるのでしょう。じゃあ監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ギラバンツ北九州の監督就任して、去年1年目ですけど、はい、どういったシーズンだったでしょうか。去年は僕も初めて来てコーチングスタッフも全員変わって、はい、選手も20人変わってすごいまあ本当にわからないままスタートして、まあ、夏ぐらいまではもうかなり苦労しましたけれども、夏以降はもうチームも非常にこうまとまりが出てきて、で結果もついてきて、はい、でいい形でシーズンを終わることができたんで、まあ、今年もいいスタート切れるんじゃないかなと思います。はい、なるほど、はい、今年のチーム、はい、どういったチームに力のある選手が補強できたので、と昨年プラスアルファのものをこう出せるように、で、まあ、昨年から順位とか勝ち点とか、まあ、得点とか失点とかそういう数字的なものが昨年1年でできたんで、まあ、それ以上のものを今年出せるように、やっていきたいなと思ってます。今シーズンの目標聞かせてください。まあ当然昨年以上の結果は残していかなきゃいけないなとは思ってます。具体的なところはちょっと教えてくれないっていうことですね。昨年以上の昨年以上ですね、はい、分かりました、はい、じゃあ最後にファンに向かってメッセージをお願いします。まあ、今年2年目になるんで、まあ、昨年までしっかり築いてきたものをみんなでさらに上に行けるように、まあ、苦しいシーズンになると思いますけれども、楽しみながらポジティブに、やっていきたいなと思ってますんで、また今年もよろしくお願いします。ギラバンツ北九州、今年も頑張れ。